小室圭さんの母親、佳代さんに金銭の返済を求めている元婚約者 X 氏。その代理人として名乗りを上げたのは弁護士ではなく、フリーランスで活動する50代の男性記者 A 氏だった。放送関係者は言う。借用書を交わしていないようですので、裁判になれば、小室さん側が有利なのは間違いありません。しかし、皇室ジャーナリストはことを唱える。400万円の返金という要求を譲らない、X 氏側の強硬姿勢により、小室さん、ひいては、眞子さまにとって、悪夢の新展開が始まるというのだ。小室さん側は法律的な交渉に持ち込み、和解金によって全額返済を避けるシナリオを描いていたのかもしれませんが、窮地に追い込まれるのは小室さん側なのです。この問題に決着がつかなければ、眞子さまと小室さんの結婚が進展することはありません。是が非でも解決したいはずです。しかし小室さんは現在、裁判の費用負担も躊躇するほど経済的な余裕がないらしいのです。裁判に踏み切れなければ少なからず X 氏側の要求を飲まざるを得なくなるでしょう。眞子さまとの結婚に向けてニューヨークで弁護士を目指している小室さんは金欠危機に襲われているというのだ。皇室ジャーナリストが明かす年間600万円以上かかる学費は奨学金により免除となっていましたが、これは1年間の LLM コースに限ったことなのです。LLM コースは5月に終了し、その後は2年間の JD コースに進む計画のようですが、その学費は工面できていないようなのです。小室さんの代理人、上芝直文弁護士に話を聞いた。JD コースの授業料などについては、奨学金の申し込みはしているそうです。それ以外の学費獲得の選択肢については、順を追って決めていくことになると思います。やはり2年目からの学費に明確な当てはないようだ。ただでさえ、留学費用に困っている中、小室さん側が X 氏側の主張を受け入れ、400万円の返済もすることになれば、留学中止という最悪のシナリオもあり得ると思います。前出、皇室ジャーナリスト、果たして問題解決の糸口はあるのだろうか。A 記者に尋ねてみた。私が望むことは、X 氏と佳代さんがお互い代理人抜きで、直接2人だけで会って、きちんと話すことなんです。X 氏は、お金は、佳代さんに貸したものであって、圭君の問題ではない。眞子さまとの結婚も祝福したいと話しています。可能であれば、私としてはその場を設ける手伝いをしたいと考えているところです。窮地に追い込まれた小室さんを救うには、他ならぬトラブルの当事者、佳代さんの登場が不可欠という事態になっている。ただ、X 氏に、佳代さんのことを聞いても、今何をしているんでしょう、どこに行っちゃったんでしょうと上の空で、私には一銭にもならないのですが、弱っている、X 氏のことを放っておけないのです。A 記者思わぬ、難敵の登場に、小室さん親子は、どのように対応するのだろうか。